僕らね、子供の時からね、文化ばっかりです。小さな幼稚園の時から。今のはブラバンですね。楽隊入ってくれ言われて。で、伴奏やってたんです。それで、その、召集で来て送る時で毎日演奏やってた。で、その演奏やってるのは、軍艦マーチとか、愛国行進曲とかね、まあ、こういうのもやってた。で、その中で今の朝ドラの小関裕二さんが作曲者、赤杉稔二君とか、あれが一番ね、やっぱり、しんみりと送る。一番いい歌でした。平和が一番。平和が一番です。平和が一番。平和が一番だと思います。今年も平和コンサートに参加させていただきました。平和が一番コンサート。なんか見たたまらない気持ちになって、おかげでこういった時代を暮らせてるんやなという思いで、何かできない、あなたがお母さんの隣で歌っています。手を取り心から笑っています。かまあ、平和といってもね、戦争がない状態がだけが平和じゃないと思うんですね。やはり戦争じゃなくても人を傷つけたり、人を殺めたりというふうな、まだまだそんなことがいっぱいあるというのが、まだまだ平和には程遠いかなというふうに思います。全てのものを愛したいな、全ての人が全てのものを愛してくれたらいいのになと思います。
今のこのコロナの、時代、コロナ禍での災害の発生、いわゆる見えない敵との戦いが続く中で、みんなが心を一つにして、当たり前の社会、今までの社会を取り戻すということも平和と願いではないでしょうか。高橋留さんがやってたやつを歌ったんですね。そうですね、普通あの1番から6番まであるんですけど、6番が合わないということで留さん6番歌ってなかったので、うちも6番を除きまして1番から5番でいきます。戦争を体験された100歳の方っていうのが、ご講演されるということで、私たち80歳、2人足して150歳になるんですけども、戦争を体験してるものが少なくなってきてますので、貴重な体験なんだと期待しております。それでは私たちディオ・グランパス、おじいちゃんの二重奏ということで演奏させていただきたいというふうに思います。
切にっていうなんか言葉をね、一気に大きいことをしようとするんではなくて、まずは隣の人、まずは近くの人を大切に大事に思うことが大切なんじゃないかなっていう言葉が、それがだんだんこうみんながみんな同じようなことをして大きくなっていくと、小さな幸せが大きな幸せに変わるっていうようななんかお話をされてたのがずっと心にあるんですけど、歩いて行こう君が選んだその道に明日がやってくるから、時に立ち止まっても見えてくる景色がきっとあるはずだから、長い長い夜を抜けたら新しい光が待ってる、希望のつぼみは美しく咲き誇るよ今、信じているよ君は、向かい風の中で強くなってゆくから、やがて日が沈み赤い地平線、鳥たちを寄り添ってどこかで眠るな、熱いこの涙、熱いこの想い、夢の中合わせてよ、愛する人へと、私は何も知らずに穏やかに季節を変えるけど、この空を奪うこと誰もできない、風よ風よ国の歌聞かせて、風よ風よ一番ね、守ってあげないといけないのが子供さんですよね。まあ自分、まあ皆さんもそうですけどね、子供の時はもちろんありましたしね、まあ、大きくなられてそれなりに初代をお持ちでしたね、子供さんができてね、孫もできて、ひ孫もできてとかね、どんどんつないがれていかないといけないのでね、やっぱり大事にしてあげたいなと。こんにちは、長野隆です。森川彩子です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ皆さん暑いですけどもどうしてありますですか。ね、ほんまね、ね、ね、あ、この子誰ですか。エリザベスやで。エリザベスね。今回は、まあ、平和を願うというタイトルですので ね、 ね、気球という曲です。気球、はい。憲法9条にはね、うん、日本国民は誠実に平和を希求するということが書いてある。書いてある。希望し求める、うん、で書く希求やね。そうそうそう、ね、ね、まあいろんな意見があると思うけども、ね、日本国憲法はね、ずっとね、いいか、良き時や平和と
自由と自由と平等を平等を求めるって書いてあんねん。すごいね。うん、うわ、それでな、人間の尊厳をな大事にして、な、民主主義を守っていこう。民主主義を守っていく。はい、そのことちゃんと書いてあるの。書いてある。すごいな。そうやね。うん、いろんな意見あるって言ったけどな、うん、やっぱり戦争は嫌やわ。そうやな。うん、だってな、戦争なんかしたらな、うん、歌なんて歌てられへんやなのじゃ。かもしれんな。うん、おいしいもんも食べられへんようになるかもしれへんし。そっちの方が大事なんちゃうか。大事なことやで。それにな、もうお友達とかな死んじゃったらな、もう悲しくて悲しくてな。そうやな。だめしな、たまらんようになるわ。うん、やっぱり戦争のない世の中がずっと続いていくようにって思うし、はい、常に、武器とかな戦車とかな相手の方を決めてな、うん、言うこと聞かせるのじゃなくてな、うん、ちゃんと話し合いをして外交っていうの、うんうん、外交な、外交、うん、外交で世界に守っていくのが一番いいなって目覚めることのない悪夢の中、見えてるものにこだわるな、聞こえるものにしがみつくな、描いた理想忘れるよ。今行くその道帰ってこいというふうなことを祈りで込めた歌だそうです。で、やっぱり戦争はいかんと、戦争に行く、いろんな理由つけて戦争する、いや違うと、もう家に帰ってきなさいと、そういう歌です。あの街この街、日が暮れる日が暮れる、来たこの道帰りゃんせ、お空にぽっかり日が昇る日が昇る、今来たこの道
大体プロの人にね、私らの演奏を聞かせますと、うん、どういう感想が返ってくると思います？聞いてもらうとね、うん、例えばうちの弟に一応プロやってね、聞かすとプロか、うん、うまいとか下手とか、うん、そんなことは絶対言いませんね。平和やねって言います。本当にプロから聞いたら我々の演奏は平和なんですわ。平和です、うん、だから平和コンサートもぴったりだねと思いますね。進め兵隊進め、これ戦時中のなんか小学校1年生の国語のね、国語の第一ページらしいんですけどね、うん、その後咲いた桜が咲いた、ね、戦闘の兵器は戦車や大砲、戦闘で兵器で戦車する大砲、これいいね、それいい、平和ですね、平和です。富国強兵とか習いましたね、うん、食産工業とかにもあったね、富国強兵食産工業、もうこれちょっともっと軽く考えました、ちょっと軽すぎたか怖い。竹山は僕らの声、咲かせようは僕らの花、世界に虹をかけよう、世界中時代を最後に歌いたいと思います。いろんな思いがあって、いろんな時代があって、本当に思うんですよ、待っているなって、下の次女がね、小学校3年生くらいだったかな、ちょっと、まあ、毎日主人の病気だった頃、車で、まあ、子供2人乗せて病院まで送り迎えして、最後に歌いながら運転してる後ろで、回る回る時代は回るってわって歌ったんですよ。私びっくりしてしまって、いやその歌を、まあ、自分の中では別に封印してるわけじゃなかったんですけど、そんなに歌うこともしばらくやめてる、子育て忙しい時期だったんでね、何回学校で聞いてきたんでしょうかね、あらまあまああったわってその時思いました。回る回るよ時代は回る、別れと出会いを繰り返し、今日は倒れた旅人たちも生まれ変わって歩き出すよ、今日は倒れた旅人たちも生まれ変わって、僕がね、戦争とかそういうことを平和とかを考えるときに、昔若い頃10代の頃中学生か、好きな映画というか感動した映画が2つあって、1つが、203コーチという映画で、その主題歌が咲森の歌というさだまさしさんが歌ってた曲です。でもう1曲、僕が印象に残ってる、そういう戦争映画で、これはね、大日本帝国っていう映画、生きろよ死ぬなよって言って叫びながら、終わっていく、そういうすごい印象に残った映画、要はね、愛する人がいたとしてもね、死んでいく、死んでいくけど愛する人を
身はずっと生きてほしいと思う。教えてください、この世に生きとし生けるもののすべての命に限りがあるのならば、私の大切なふるさともみんな行って しまいますか。昔のフォークっていうのは学生運動とつながってるんですね。なんか一体化してるか、ともよーとかね、みんなやってるしなんですよ。安保反対とか、ベトナム戦争反対、昔はね、すごいフォークソングが盛んで、沖縄返せいうのはテレビで、なんか全然時代が違う、まあ、沖縄に遊びに行くと思います。ちょっと私らのお兄さんぐらいかな。そういった時代の歌、でも今とは全然違う、時代は違うんやけど、でも世界平和を祈るっていうのはどんな時代でも一緒ですよね。共通ですね。で、コロナでね、今大変ですけど、コロナっていうのは科学技術で、ね、あの克服できると思うんですよ。でも戦争を止めたら科学技術いらないんですね。何も話し合いで解決できるはずなんですけどね。でもすごく昔からずっとあって今もまだ、でいつの世も絶対忘れてはいけないことだと思って、私たちはこういう企業を語り継いでいきたいなと。Thank you.
きっとね、平和ってこんなこと。戦争をしない、爆弾なんか落とさない、家や町を破壊しない、だって大好きな人にいつもそばにいてほしいから。それからきっとね、平和ってこんなこと。みんなの前で大好きな歌が歌える。嫌なことは嫌だって一人でも意見が言える。朝までぐっすり眠れる。平和って僕が生まれてよかったっていうこと。君が生まれてよかったっていうこと。そしてね、君と僕は友達になれるっていうこと。皆さんこんにちは、ハーモニックスです。今年もこの平和が一番コンサートをすることができました。なかなかコロナ禍の中でコンサートができない、そして去年も録画撮りでやったんですけれども、今年もどうしようかなと悩みました。でもやはりまだまだ収まらないコロナ禍の中で、やはり録画撮りでやっていこうということで、でも皆さんにお声をかけたところ、15組の方もが反応してくださったということで、嬉しいことです。本当にコロナ禍の中で、そして平和を願う思いというのを言葉で綴り、そして歌で綴